霧島道信和弘さん。公益財団法人日本相撲協会理事大阪場所部長元北勝鳥伊勢ノ海隼人様。公益財団法人日本相撲協会委員元大井会兜山剛さん。公益財団法人日本相撲協会委員元関脇土佐ノ海立川俊雄様。この後は一門が異なりますが現役時代から共に競い合った仲間たちです。日本相撲協会委員元小結飛天王稲川祐樹様。日本相撲協会委員元大関宮城山二子山正隆さん。日本相撲協会委員元関脇若の里西岩忍様。今回の対戦ほぼ互角の対戦成績が残ります。公益財団法人日本相撲協会委員元北太樹小野川明義様。日本相撲協会委員元玉飛鳥熊ヶ谷大輔様。公益財団法人日本相撲協会委員72代横綱稀勢の里二所ノ関豊さん。もう同期生のようなつながりでした。42回の対戦を重ねました。公益財団法人日本相撲協会主任元里山志賀浦耕作様。公益財団法人日本相撲協会委員会元大関防衛道武隈郷太郎さん。対戦を重ねるたびに豊ノ島関にとっては相手が強くなっていくのを肌で感じていました。公益財団法人日本相撲協会委員会元大関琴奨菊秀ノ山和弘さん。先ほど最後の対戦相手として自ら喜んで土俵に上がってくれました。子供の頃からの最高の戦友です。71代横綱鶴竜鶴竜力三郎様。同じ時代に戦い続けた仲間の一人です。
公益財団法人日本相撲協会委員会に69代横綱白鵬長木翔太初めて対戦したのが3番目の時でした。その初対戦では豊ノ島が肩すかしで勝ちました。しかしその後はなかなか勝てなくなりました。土俵を離れると何でも話をすることができた間柄です。山科龍太様、おととしの3月場所13日目豊ノ島関にとって現役最後の対戦相手でした。16回の対戦があります。華やかな幕内後半での対戦から最後の対戦は幕下同士となった2人でした。苦しい時代も共に来た仲間です。一度対戦があっただけですが同世代の気の合う仲間の一人です。公益財団法人日本相撲協会年寄り元朝日町桐山浩太様、互いに怪我で苦しんだ時代を知っている間柄です。力士界を代表して73代横綱照ノ富士春尾関、先日まで行われた5月場所苦しい中でも見事に7回目の幕内最高優勝を果たしました。角界の第一人者です。続きまして元小結白馬武史様、豊ノ島関とともに時津風部屋の力士として戦ったあの元時天空関の妹さんと結婚しました。5年余り前に帰らぬ人となった時天空関の思いも込めてハサミを入れてくれます。ここからは名門時津風部屋の関係者です。まず豊山良太関、平成28年の3月に初土俵、その直後に豊ノ島関がアキレス腱を断裂して苦しむ姿もずっと見てきました。兄弟子の恩に報いるためにも頑張らなければなりません。大関正代名古屋関、平成26年の春時津風部屋に入門、当時三役だった豊ノ島関に毎日のように胸を借りて稽古を積んできました。兄弟子への恩返しはもう一つ上の番付、これを勝ち取ることです。公益財団法人日本相撲協会元青木山時津風部屋の先輩横親方です。豊ノ島関が入門した時にはまだ現役の関取でした。これから先もお世話になることになります。枝川秀樹さん、
元日本相撲協会理事長内田勝夫様、これの島関が入門した時の師匠です。当時の理事長です。入門直後から大相撲界の厳しさを教えてくださいました。今でも優しく見守ってくださっています。元大関豊山、理事長の内田勝夫様です。